昨日午後県庁で行われた専門家会議で示された県の見直し案では、緊急事態宣言などの具体的な行動制限はないものの、医療が逼迫した場合、外出自粛などの協力の呼びかけを行うとしています。またこれらの対応は医療の負荷や社会経済活動への影響を踏まえて総合的に判断する方針です。県は週明けにも対策本部会議を開いて見直し案を決定する見通しです。